まあでも多分クロちゃんはですね、肛門爆破が何であるかもよく分かってないと思うんですよ。自分の肛門がかけられてる試合だともしかすると認識してないかもしれないですね。ヘッドスタッフ、これは抜けられない、抜けられないでしょう、ちょっと動き良かったんですけどもね。これ、おお、嘘、倒立、抑えてる、倒立から開脚、このヘッドシザースからまさかこの状態で抜けた、クロちゃん無我の疲れ手だ。